今回は鳥貴族にやってきた。鳥貴族といえばかつて焼き鳥からビールから発泡酒の大ジョッキまで280円均一という格安な価格設定で話題を集め、僕自身お金のない学生時代や芸人時代に足しげく通ったお店である。そんな鳥貴族が原材料価格の高騰などを受け5月から360円に値上げとなったらしい。今回はそんな値上げ後の鳥貴族で食べて飲みまくったら一体いくらになるのかを検証していこうと思う。とりあえずこれで注文と。メニューはこんな感じ。 100% 国産の食材を使った商品がずらり。そして季節限定の旬の食材を使ったメニューもあるのか。これは楽しみ。お疲れ様でございます。とまずはビールとスピードメニューが到着。ビールと同時に出てくるのはありがたい。提供時にお疲れ様ですと声をかけてくれるのもいいな。疲れた体にキンキンのビールが染み渡る。やっぱり一杯目はビールだよな。そしてホルモンネギ盛りポン酢、いつも頼む安定の一品。うまい。このトロプリッとしたホルモンの食感にシャキシャキネギ、ポン酢の酸味が相まって最高だ。これビールが進むんだよな。数量限定の商品ということで最初のオーダーはこれを頼むことが多い。これを食べると鳥貴の実が始まった気がするな。ということであっという間に1杯目会員、2杯目はと、これこれメガ金麦。おお、このサイズ大迫力だ。でかうま。これだけでかいと遠慮なくガンガン飲むことができるな。このホルモンとも合うね。そしてこのホルモン見た感じ管がたくさんあるけどどこの部位なんだろうと思っていたら思い出した。注文ページにある愛の文字、これを押すと説明が。つなぎもはコリコリ食感の銀皮、ハツは甘くバラエティ豊か。なるほど、このプリッとしたのはハツで、たまに感じたゴリッとした食感はこの薄い銀皮だったのか。つなぎもの皮である硬い部分の銀皮、捨てられてしまいがちなこんなところも料理になっているとは。とホルモンを学んでいる間に到着。もも貴族焼きのタレ、テリッとしていてボリューム大。うまい。とろうまジューシー。プリッとろっとした肉を噛みしめると肉汁がじゅわり。甘辛いタレと絡み最高だ。やっぱり1本がこれだけ大きいのがすごいよな。もともとは280円だったがこの味とボリュームだと360円でもお得感を感じる。そしてお次はハイボール。お、下ハイボールがあるのか。これにしよう。そして串焼きも、希少部位の力こぶ。希少部位と聞くと頼みたくなってしまう。こちらは塩で。そして大好きなレバーを食べようと思うのだが、そういえば春のメニューにもレバーがあったな。鶏レバニラ串、これにしよう。そして到着、下ハイボール。うまい。すっきりとしていて軽快な甘みが口の中を駆け抜ける。甘辛いタレの焼き鳥とも相性抜群。ウイスキー自体のメーカー希望小売価格だとハイボールで定番の角が 700ml で1590円に対し、チタは4000円と 2.5 倍以上もする。だからこそ家ではなかなか飲めないが、こうやってお店で気軽に飲めるのはありがたい。たださすがに量も少なく瞬殺してしまった。そして次のお酒を選んでいるとメニューに純アルコール量というものを見つけた。こだわり酒場のレモンサワー 9.6g、 優しいレモンサワー 4.8g、 メガレモンサワー 12g。
プレモルが 13.34g、 メガキ麦が 22.86g。 こうやってアルコール量が分かるのは飲んべえからしたらありがたい。ちなみにチタハイボールの純アルコール量は 10.32g、 角ハイボールは 9.6g なので、チタハイボールが少ないと思ったが意外と量はあったんだな。今回はさっぱりしたものが飲みたくなったので、鳥貴族オリジナルの新発売メガレモンサワーを。そして到着、メガレモンサワー。やっぱりこのメガの迫力いいよな。やっぱり男ってのは少年時代からでっかいものには心躍るんだ。おお、うまい。酸っぱさがガツン、甘みがゼロなわけではないが、これくらいならいいなくらいの絶妙な甘み。甘くないドライなレモンサワーが好きな僕だが、これ結構好きだな。そしてこちらは力こぶ、ついている柚子胡椒をつけて、いいね。肉がプリッと柔らかく、それが柚子胡椒でさっぱりと。そこにメガレモンサワー、いいね。口の中がさっぱりとする。そしてまた焼き鳥を食べたくなる。力こぶは手羽元から骨を抜いた部位らしい。煮込むことが多い手羽元だが、焼き鳥にしてもプリッとした食感が味わえていいな。そしてメガレモンサワーを完飲。飲み物は再びビールに戻して、やっぱりビールはうまいね。そして到着、鶏レバニラ串。ニラがたっぷりとかかっててうまそうだ。うまい。とろっとしたレバーにたっぷりとかかったシャキシャキのニラが最高だ。断面はほんのりピンク色、この火加減もいいんだよな。さすがにとろけるほどのとろとろ加減ではないが、ふっくら柔らかくうまい。コクのあるレバーに甘辛いタレ、そこにニラの風味がガツンときてたまらん。そしてドリンクは最後ブーストをかけるためにメガキ麦。純アルコール量はメガレモンサワーの約2倍とやはりモンスターサイズ。そして期間限定の手羽先万歳と、こちらも定番山芋鉄板焼き、これらを注文と。楽しみだな。すぐに到着したメガキ麦、こちらを攻略しながらメニューを物色。今回は飲みが優先のためご飯物は頼まないが、ご飯物も鶏だしが効いてうまいんだよな。パイタン麺とか超濃厚。そして手羽先万歳が到着。骨が2本突き出ていて万歳しているみたいだ。こりゃ縁起がいい。おお、うまい。皮目がパリッと、柔らかい鶏肉のうまみとごま油の風味が口の中に広がる。骨が持ち手になっているので持ちやすく食べやすい。手軽に食べれて、かつビールも進む味だな。手羽先万歳とはいわゆる手羽中で作るチューリップ唐揚げの骨を残したものだが、チューリップと言わずに万歳と表現するのがなんかいい。なんだか可愛くも見えてくるし、縁起のいい名前で目を引くし、ちょっと頼みたくなる。そして何より食べやすくうまいときた。こりゃいいな。ここで満を持して登場、山芋鉄板焼き。これを頼まには終われないという一品。うずらの卵を崩してと、これこれ、だしの効いた山芋がとろっととろけ卵黄と絡む。そして底の部分のおこげが香ばしくいいアクセント。このとろっとろの山芋鉄板で飲むビールが最高なんだよな。動画内で再現をしてしまうほど大好きな一品。コメント欄に山芋鉄板の再現動画のリンクを貼っておくので、よかったらぜひ。いやー、食って飲んで最高だったな。お会計は税込み4320円。
ちなみに過去の280円均一の価格だと3360円だった。少々高くはなったものの、やはりフードのクオリティは高く、めちゃめちゃ満足することができた。ちなみにこの後、持ち帰りの焼き鳥を頼んだのだが、それを待っている間に角杯を2杯いただいて、お酒は合計8杯いただいた。うまい焼き鳥にうまい酒、やっぱり鳥貴族は最高だったな。また来よう。